はい、どうも、大池道です。今回もダブルスレッドいきたいと思います。ということで、まあね、ちょっと今回のタイトルなんですけども、ダボダボ3気になる君へ。はい、ということでね、まあ、何を言いたいかというと、まあ、ダボダボ3を多分まあ購入しようと思う人はね、まあいないとは思う。まあいないとは思うけど、一応どういう現状になってるか、そしてそれを踏まえて、まあやりたいかやりたくないかをちょっとね、考えてほしいかなってことでね、まあちょっと今回はいろいろ私が思う良くないところ、そしていいところの、まあところね、まとめていようかなと思います。まずなんで悪いところを言おうかなって思ったのは、このゲームね、あらが目立つんですよ。っていうのもね、まずサーバーがラグい、まあさっきもね、ちょっと今コメントとかでもね、まあやったんだけど、なんかすげえね、昔に比べてめちゃくちゃ楽くなってると。で、まあ俺もね、やってて思うんだけど、前世紀の当たり判定の良さっていうのが 0.4 パッチなんですよ。で、今現状来てるのが 0.6.3 だったかな、確か。がテストサーバーに来てて、0.6.3 ね、ひどい。当たり判定が。ひどすぎる。で、0.5 もひどかった。だから、0.4 の当たり判定に直してくれたら嬉しいなっていう。なんか知らんけど、0.4 のね、当たり判定めちゃくちゃいいんだよね。で、ちょっと試合やってて思ったのが、ショットガンですら弾抜けするっていうレベルなんですよ、実は。だから、もうどうしようもないっていうね。ほらほら、わかる？この、ほら、この距離で3、4発撃ってやっと死ぬっていうね、ショットガンが。もうショットガンがショットガンなのかっていうレベルなんだよね、はっきり言って。まあ、ショットガンで簡単にやられなくなったっていうのはすごいいいとこなんだけど、ただ、弾抜けしてるような気がするんだよね、ちょっと。だからそこも踏まえて、サバがラグくなった。そして弾抜けもひどくなったと。はい、いう感じですね。で、あとね、二つ目にね、まあ、根本的にはなんですけどね、人がいないっていうね。まあ、まあ、それはね、もう、俺に言われなくてもわかるよっていうね、感じだと思うんだけど、まあ、人がまずいないと。で、人がいないからこそ、試合ができないと。まあ、ただ、この問題に関しては、いいところとしてサーバーブラウザーがね、実装されてるんで、サーバーブラウザーで、まあ、人がいるサーバーに入れると。ただ、問題なのが、例えばね、ポレアルヌイがやりたいとか、あと、まあ、スモレスやりたいとか、まあ、いろいろあると思うんだよ。ただ、そのマップに人がいないと遊べないっていう感じで、しかもそのマップに人が来るかをずっと待ってても、1時間待って2時間待っても、人が集まらない可能性がある。で、ここが、重要なポイントですよね。で、しかもね、今テストサーバーと通常サーバーで2つの、ゲームが一応あって、で、通常サーバーに限っては、なんか3つのサーバーが一応選べるんですよ。だから、実質4個のサーバーがあるみたいな状態なんですよね、大まかに言うと。だから4個のサーバーの中で人口が分散していくっていう現状が発生しているんですよね。で、多分これはね、前にも本当昔からもずっと言ってるんだけど、ダボダボ3がサービスを開始した時に確かサバが足りなくてサバ落ちかなんかしてたんですよ、ずっと。で、2日間サバ落ちして、それの解決策としてサバを、なんかね、確かたくさん借りたのかなんかしたんだよ、確か。で、多分それが年間契約だったのかな、きっと。っていう感じでの、まあ、サバの、そのね、まあ、残りがあるところで、サバをたくさん持ってると。だから、サバ代は無駄にね、使ってるわけじゃないっぽいんだけど、ただ、無駄にサバがたくさんあるっていう状態なんですよ。まあ、なんでね、まあ、そういったところも含めて、ちょっとダメっていう感じなんですよね。だから人が、人口が割かれてるっていうのが、割かれてるっていうか、なんだろうな、人口が割れる原因っていうのかなになってるんですよね。だから、ちょっとね、そこもね、良くないところなのかなっていう、まあ、これの解決策としては、まあ、一つにサーバーにしてほしいなっていうのは前から言ってるんで、ほんとそれなのかなっていう思うんだよね。だから通常サーバーとかってもうぶっちゃけ、通常サーバーとテストサーバーをもう統一して、テストサーバーだけでいいんじゃないのかなって、っていう風に思うんだけど、まあどうなんですかね。はい。まあ今から見てわかる通り、さっき言ったサーバーがやばいっていうのをね、こういう風にね、試合しててもね、結構ラグくなったりするんですよ。前だとね、ウルトラ画質とかにしてても全然サーバーラグくなかったんだけど、なんか最近ね、ラグくなってるんですよね。だから最適化が進んでないのかわかんないけど、ラグくなったっていう感じなんですよね。はい。で、あとね、3つ目。ルールが少ない。はい、圧倒的にルールが少ないっていうところって、ウォーゾーンと TDM の今2つしかないです。で、一応3つ目としてリーコンモードが出る予定みたいです。で、1.0 のパッチで、あと2つ、合計5つのゲームモードで、あと2つのルールが追加されるみたいなんですけども、まあ、現状としてまだ2つしかないっていう感じっていうので、
まあ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 、そういうことですね。遊べるルールが少ないと。マップはまだ多くなった方なんだよね。今までは3つのマップしかなかったんだけど、スモレンとポレアルドの2つが追加されて、今合計5つのマップがあるんで、マップの楽しさっていうのは多分今始めた人でも結構楽しめるんじゃないかなっていうふうには思う。だから、そこはね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあちょっとね、悪いことばっか言うとね、まあ、ちょっと印象もあれなんで、まあ、ちょっといいことを言っていくと、まずね、ダボダボ3運営の対応がいい、すごい。っていうのもね、これ別にダボダボ3運営になんか認知されたからっていうか、株を上げるためにとかわけじゃなくて、昔から言ってることなんだけど、ダボダボ3運営はなんか悪いこととかあったりすると、すぐそれを直すっていう、ちゃんとそういう運営なんですよ。だからこれは、他の運営だとあんまりない、ゲームだとないんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけど、例えば、だからバグが起きましたとか、あと、一時期あったのが、チーターなんか出たみたいなんですよ。で、その時にもちゃんとしっかり対応したみたいだし、あと、昔、ベープルっていうね、この今使ってる私のショットガン、これむちゃくちゃ昔強かったんですよ。もうこの距離、今味方がいるあの距離とかを撃っても、もう2発とかで死ぬみたいなね、もうそのレベルで強かったんですよ。でも、ちゃんと改良されて弱体化が入ったし、あとは新武器とかの追加とか、もともとは新武器はそんな出す予定ではなかったっぽいんだけど、みんなの声をしっかりと聞いて、新武器を追加したりとか、っていうこともやってるんで、まあ、良くも悪くも、結構ユーザーの声が届きやすいのかなっていう、まあ、そこがすごいいいとこなんじゃないかなっていうふうには思います。はい。まあ、でもね、これはね、でも結構でかいメリットなんじゃないかなっていうふうに俺は思ってるんだよね。だって、ゲームが悪くなっても、例えば、俺たちは俺らのやりたいことやっていくぜとかだったら、多分ここまで長く生きてなかったんじゃないかなっていう、なんかしっかりと、ユーザーの声を拾って、それを、まあ、ゲームに反映させていくってところではいいんじゃないのかなっていうふうには思います。はい。で、二つ目にね、武器の種類がね、まあまあ多い。これはね、さっきも言ったんだけど、新武器が追加されたっていう話にも含まれるんだけど、結構、大型パッチの方で、なんだかんだ武器が2種類ずつ入ってます。はい。で、多分ね、わけのわからんちっちゃいパッチ、修正パッチとかでも、たまーに入るんですよ。たまーに、告知なしで。そう。ここがミスなんだけど、告知なしで入るんですよ。っていうので、まあ、ワクワクドッキリのびっくり感があるってところ。で、新武器が入ると。だから新要素が、まあ、楽しめるよっていうね。ってところでも、すごくいいゲームなんじゃないかなっていうふうに思います。だからそこもね、珍しいかなって。しかも現代製の銃ばっか使えるしね、M4 とか、あと最近だと、L 箱か、とかが実装されたりとか、一応、スナイパーも、3種類、一応、あ、でも今2種類か。一応、トワーが消えてしまったから、まあ2種類やってしまったんですけども、アサルトライフルとかの銃がかなり多かったりするんで、現代戦ほんと楽しめるかなっていう感じ。ただ、裏を返せば、AR ばっかがゲームなんで、ちょっと、銃が物足りないのかなっていう感じは、まあ少し思っちゃうかなっていうところあるね。しかもショットガンも言うても2種類しかないし、だから、まあ、そこをね、まあ、どう捉えるかみんなのね、あれなんだけど、まあ、俺はいいなのかな、いい方なのかなっていうふうに思ってるんだよ。現代戦の銃も多いし、まあ、ぶっちゃけほとんどの人がアサルトライフル使うから、まあ、まあ、アサルトライフルをね、多めに出してるっていう感じだから、そこはすごくいいのかなっていうふうには思います。なんで、まあ、武器の多さっていうのも、まあ、このゲームの良さ。あと、ま、カスタマイズ性はね、まあ、いいっていうのはね、まあ、このゲームの元々からの良さっていうところなんで、まあ、みんなが知ってると思うんで、まあ、ちょっと今回は、深くは話しません。はい。っていうところかな。あとね、なんだろう、まあ、迷彩がいいっていうのはね、ちょっとこれ、まあ、まあ、ちょっとバカにしてんのかっていうふうに思われるかもしれないけど、これね、迷彩がいいっていうのもね、俺あると思うんで、このゲームの。すごくね、迷彩がかっこいいんですよ、このダボダボ3のゲームって。なんか、昔から思うんだけど、すげえ迷彩かっこいいんだよね。だから、この会社、迷彩バンバンもっと作ってほしいなっていう感じはあるんだよね。なんか、すごいかっこいい迷彩が多くて、で、一つ一つ、今この使ってる迷彩だって、なかなか俺かっこいいと思ってるし、だから迷彩作る技術はね、本当に高いんじゃないかなっていう、だからデザイン性の部分っていうのかな。あと、グラフィックとかもやっぱ見て分かると結構いいっていう感じなんで、グラフィックとかデザイン性の部分が、すごく、まあ、引いてていいところは、いいゲームなのかなっていうふうには思います。はい。まあ、ざっとちょっとね、長々と話してきたんですけども、まあ、ちょっと今ね、パッと思いつくのがこれぐらいで、まあ、良くも悪くも、まあ、いろいろあるゲームです。で、正直このゲームを、まあ、買いましょうとは正直言えないね。
ゲームの完成度がまだちょっと低すぎるから、3300円払って買いましょうとは言えないクオリティなんだけど、まあ改めて遊びたいとかね、まあこういうゲームがあるんだって知りたい人はね、買っても全然いいんじゃないのかなっていうふうには思います。まあ、ただまあ何度も言うと3300円もするんで、まあその買うか買わないかはね、ちゃんと考えてから買ってください。まあ安い買い物でもないしね、言うても3300円って、まあ、3300円あればね、牛角のね食べ放題いけるっていうねこともあるんで、まあぜひともそこら辺は考えて購入してください。まあただ俺は買うなとは言わない。うん。それはね、俺はどっちかというと人口が増えてほしい側だから、ただいずれ無料化するっていうところも一応あるみたいなんですよ。で、一応無料化するシーズン、まあ、週も出すみたいなことを、ウィークリーで出すよみたいなことを上で言ってたんで、だそれが、いつになるかわからん。多分、1.0 近く、だから本当に完成品なり近くなった時に無料化するんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、今のこの未完成な状態で、遊びたいよっていう人はぜひとも買っていただければと思います。はい、まあ、ということでね、まあこんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。まあ、ぜひともねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたしますと、チャンネル登録ね本当ねしていただけるとね、私の多分ダボダボ3の上がりでモチベーションに本当つながるんで、ぜひともお願いします。あとねコメントの方も気軽にお願いします。コメントねちょっと最近返せるときに返してるんで、ぜひともぜひともお願いします。ということで皆さんお疲れ様でした。